ダイエットにおすすめ痩せるおやつ3選。いきなりですが質問です。このおやつならカロリーゼロ、砂糖ゼロだから太らないと思って食べていませんか？実は逆なんです。じゃあ一体痩せるおやつって何？と気になっている方はぜひ最後までご覧くださいね。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつで痩せることができるのか、そのポイントと、2つ目、カルディの痩せるおやつ3選お伝えします。では1つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せるのでしょうか、というポイントが2つあります。1つ目はこちら、腸内環境が整うからなんですね。今からご紹介するおやつというのは腸内環境を整えてくれる材料でできているから痩せるんですね。もしあなたが太っているとしたら、それは腸内環境が整っていない証拠。どうなってるか、デブ菌と呼ばれる悪玉菌たちの方が多く住み着いてしまってるからなんですね。だからあなたはいけないと思ってても甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらないなんです。なぜか、あなたが悪いのではない、あなたのお腹の中のデブ菌たちの大好物がそういったものだから、デブ菌たちが脳に指令を送って、そしてあなたはそれを代わりに食べてるだけなんですね。ですからそこをしっかりと逆、腸内環境を整えてあげれば痩せ菌たちが増えますから、痩せ菌たちが食べたいものをあなたは食べたくなる、こういった環境を作っていくことがとっても大切になってきます。そして痩せるためのポイント2つ目は無添加のおやつであることなんです。もうこれ大前提です。例えば加工された添加物たっぷりのおやつ、そうですね、化学調味料だったり人工甘味料だったり、そういったものを常日頃から召し上がってしまうと、こういった危険性があるんですよね。あなたは甘いものや脂っこいものがますます欲しくなってしまって、もう食欲が増加してしまう、こういったね悪い状態に入っていきますし、ますますですね味覚障害も起こりますから、もう食べても食べても満足できないとかね、もうそもそも味覚がおかしいわけですから、太りやすいものはやっぱり欲しくなってしまうという、こういった味覚をしっかり断つためにも、おやつも普段の食事もそうです、無添加のものを選んでいただきたいですね。そして甘味料に限りましては、依存性があるよね、中毒性があるものあげてます、チェックしていきましょうね。アスパルテーム、アセセルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどなど、こういったものが入っているようなお菓子ですね、類は食べないように気をつけていきましょう。ではお待たせしました、項目2つ目ダイエットにおすすめの、今回はカルディさんで選んだおやつ3選無添加でお伝えします。まず1つ目のおやつはこちらです。じゃん、見えますか、ベイクドクリスプココナッツ紫ヤムイモバナナということでね、ココナッツと紫ヤムイモとバナナの絶妙な組み合わせって書いてある。すっごい楽しみですね。ちょっと開けてみましょうね。サクサクとね、いい音がしてますよ。ちょっとねカットしていって、でちゃんとねジッパー付きなので、皆さん一度に食べないようにしましょうね。一袋あたりですね、あ違う、 100g あたりエネルギー395で、内容量が 40g ですね。うん、タンパク質も取れちゃいます。では開けてみますよ。おお、あら、これなの、フィリピンのお菓子なんですけど、いやー綺麗、見えますか、ちょっと欠けてるけど、まあ、この倍ぐらいの大きさのチップスがですね結構入ってます。ではいただきます。うわ、あの香りはココナッツがこう最初ふわっとくるんですけど、よく噛んで食べるとこう最後にねバナナの風味がふわっと口の中に広がって、優しい甘み、ここにも書いてある優しい甘みを感じます。ほんとめちゃくちゃ美味しい、優しいお味ですね。ぜひあの お子様にも食べさせてあげたら良いと思いますよ。では2つ目のおやつはこちらです。じゃん、沖縄県産紅芋使用の紅芋チップスです。もう完全無添加、ちょっと開けてみましょうね。わー美味しそう、
お芋大好きなんですよね。じゃじゃん、キャー、めちゃくちゃ綺麗な色してます。見えますか？はい、こちらです。ではいただきます。あ、なんかね、お塩が、あ、美味しそう。ちょっとキラキラしてる。いただきます。全然甘くなくて、ほんのり、もうほんとお芋、芋って感じですね。芋の味全開、すっごい美味しいです。でもね、食べ過ぎ注意ですね。では最後、3つ目のおやつはこちらです。じゃん、 J&G のハニーベイクドピーカンナッツです。これはね、イスラエルからのおやつ。これもう完全無添加ですよ。では開けていきますね。じゃじゃん、どうかな、美味しそうでしょう。これ見えますか？うん、ピーカンナッツ。じゃあ開けていきます。これもジッパーがあるから便利ですね。あのおやつってね、ついつい止まらないじゃないですか。なので最初に1つ2つともう出しておいて、あとはね、閉めて直しましょうね。お、結構入ってます。わあ、見えますか？これが結構いっぱい入ってる。ではいただきます。これはザクザク食感で、まるで黒糖みたいな深みがある美味しい味でした。数を食べ過ぎには注意して召し上がってください。さあ、いかがだったでしょうか。今回は味覚異常の原因となる添加物たっぷりのおやつではなくて、その逆、無添加のおやつを適量召し上がっていただくことで、ダイエット中でも我慢せずに美味しく食べていただきながらダイエット成功させていただければと思ってお届けしてみました。このお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べた感想などいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。